車であるアロンドとはフランス語でカモメの交互。イタリア車フィアットのライセンス生産メーカーとして運営されてきたシムカ発の独自設計モデルでエンジンのみをフィアット型の強化改良としながら本家フィアットに先んじて開発された戦後型車である。中期以降のモデルは後発の戦後型フィアット1100の影響も見て取れる。 1951年から1955年までの9、1955年から58年の90、A そして最終型の P60 に区分されるが、1964年に1300、1500に世代交代するまでに140万台が生産され、シムカをフランス第4位の自動車メーカーの座に定着させた。 1951年登場の Q は 1221cc44.5 馬力エンジンを搭載、4ドアセダン3ドアワゴンファセル製2ドアクーペがあった。アロンドは、前輪独立喧嘩や、モノコックボディなど完全な戦後型の設計でありながら、後輪駆動のオーソドックスな設計で、当時のフランスでは帰ってその自流にあって、常識的なところが、ユーザーの心をつかみ、 1953年までに6万台を売る成功策となった。性能も当時の平均以上の水準にあり、当時の英国自動車雑誌ザモーターによると、初期型の動力性能は最高速度時速1 1 8 9トル0から60マイル、H 加速30.2秒であった。 1955年10月には 90A に発展。ボディ前後のデザインが変更され、1290cc の、いわゆる、フラッシュエンジンが搭載され、ザ・モーターのロードテストでは最高速度は、時速 132.9km、0から60マイル、H 加速23.9秒を記録し、大幅に性能を向上させた。 また、豪華版のエリゼー、モンレリーなど豪華版画も投入され、当時のフランス車としては異例なワイドバリエーション化を進めた。1957年1月には累計生産50万台を突破、10月には専用ボディの2ドアコンバーチブル、オセアーヌ、ハードトップクーペのプランシエルが登場した。1958年9月には P60 となり、 車体デザインを大幅にモダナイズ、新しく、クーペ版、モナコ、1090cc エンジンの連価版、エトワールが追加された。エンジンは5ベアリング化され新たに、ラッシュエンジンと呼ばれることとなり、70馬力の、高性能版、ラッシュスーパーも1961年に投入され、モンレリーと、モナコの、スペシャルに搭載された。アロンドはアメリカを含む、 世界各国にも輸出され、当時の日本にもディーラーであった日本交通系の、キングレイモータースや国際工業を通じて輸入された。この時代のフランス車では、アロンドの対抗馬になり得たのは、戦前の空気を残す、過渡期的なスタイルのプジョー203か、前輪駆動で、大きな車体を小排気量エンジンで走らせる、エキセントリックな設計のパナールディナ Z 程度しかなく、他は、 ストロエン 2CV アルノー 4CV に代表される 1000CC 未満の低価格車か、ストロエン 11CV アルノーフレガートなど 2000CC 級の中型車かの両極端であった。ありがとうございます。